おふじちゃんがやってきた、おせんちゃんの店を舞台に、当時の二大アイドルの姿を表す、江戸時代の浮世絵版画。18世紀後半の作、鈴木春信の、おせんと、おふじ。茶碗棚の隣の、お茶を運んできた娘は、茶店、鍵屋のアイドル、おせんちゃん。稲荷神社の鳥居が立つ傍らで、タバコ盆と着せる、傘を左右に置いた、花の下の女性は、手に、当時の歯ブラシである、ふさようじを差し出すことから、浅草のようじや、柳屋の看板娘、おふじであるとわかります。江戸で評判の美人二人が、茶屋で対面し、それぞれの店の品物を手に、立ち姿と、座った姿を示し、着物や帯の色も対照的で、ネズミ色の背景の前に、赤、緑、黄色と、色彩も豊かな画面の中に、評判の美人が、二人も描かれた、贅沢な作品です。